4月3日朝5時8分の相場解説になります。デイリーの方を見ていきましょう。デイリーなんですけども、この辺りからぐわーっと落ちていってですね、でここで謎の包み足を見せてますね。あれ、しまった。謎の包み足を見せているところがここです。青の次に赤、赤いのが形成中で、これはほぼ包み足で確定するでしょう。包み足で確定しないときはどういうことかっていうと、ここから大きく値を下げて、この赤い実線がですね、横の青い実線よりも短くなる場合です。これはハラミ足になりますね。おそらくここから収束して横にね、こういうふうな形になっていくんだろうなっていうふうに私は思いますね、これは。で、上がり基調なのかなと思いますけどもね。はい、では4時間の方を見てみますと、ちょっとした変化に気づきます。どんな変化かというと、この辺りは小さいローソク足が並んでるんですよ。でここに大きいローソク足、そして再度大きいローソク足が1本前に、ちょっと前に確定した4時間に現れてますね。で陰線で入ってきて、この小さなローソク足を形成した後、陽線でこういうふうに抜けていったということですよね。でも大きな流れはこっち行ってるわけなんですよ、4時間の場合。1日の場合はこっちですよ、入り乱れてますよね、時間軸が、というふうに私には見えるんです。ですんでデイリーが上目線、4時間が下目線、それ1時間は上目線なんですよ。これちょっと1時間見てみましょうか。こういう場合はね、エントリーに向かないんですよね。ああ、上目線ってことでもないですね。ただやっぱり、この1本、この陽線が気になりますよね。何が起きて、この1時間だけがこんなに買いが入ったんだろうかってことですよ。買いが入って、さらに大きな買いが来るんだろうなって気はしますよね。このちっちゃいローソク足にまたなりましたからね。でここを見ると、そこそこ大きなね、陰線から陽線になったということで、こうこの字といいますか、凸の字といいますか、そういうのができてますよね。でちょっと大きく見るとこれもそうなんですよ。こういうふうになってここで上上がると、凸の字は壊れてますけども、凸の字かなっていうふうに私は見るんですよね、こういう時。じゃあこの後どう見ればいいのかってことですけども、凸の字凸の字でつないでるのがこれです。これです。ですんでこれからの値動きとしては、こう来てまた横に来てこうなのかなみたいに思うわけですよね。で結果こういうふうにだん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 収束していく形で、でまた上か下にブレイクっていう風な筋書きなのかなと思いますよね。ここまで壮大な筋書きを見ても、今日金曜なんで、また土日が入ったらね、リセットされるようなある意味になりますんで、月曜日からの相場の予測にはあまり役に立たないんですけども、今の時点では曜日関係なくこういう風に見るってことですよね。さあ、それでは今日はね、夜、例のあれがありますから、材料ありますんでご用心ください。私は今日見てるだけにします。金曜日はね、もともと苦手なんですよ。で、できればやりたくない日なんですよ。で、1週間のまとめと、来週の展望をちょっと考えて、金曜日ってのはいつも終わって、金曜日にエントリーとかね、ロスカット利確をすることは私は少ないです。同じ理由で月曜日も少ないです。火水木の3日間が、主に私がエントリーしたりとかね、利確したり、ロスカットしたりする日ですね。得意な日と、得意じゃない日、得意な時間帯と、得意じゃない時間帯っていうの私にもありますんで、ちなみに通貨ペアはドル円以外私は不得意でございます。本日は以上ですね。はい、ではゆるくお伝えしました。失礼します。